ムイしそう。そう、マイ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 。さあ、ナナナナを。じゃじゃーん。ワクワクバラエティ。マカワカ。本日のコーナーはこちら。それでクレーンゲーム。2024年11月14日から全国のナムコに順次登場します、うん、ナムコ限定ベビースターラーメン鶏炭火焼き柚子胡椒風味をゲットしていきたいと思います。はい、運営はこちら、おチューブハサミ運営です。わおなじみの、おなじみですね。せーの、バイバイですね無事ゲットできたら味見していいと言われてますんでね。やった、ということで攻略スタート。もっとファンか。さてはわかりませんから、開きがもうちょい手前でもよかったのかしら。どうかしら。そうだね、どうなのかな。パインパイン、どれぐらいパインパイン。おー、まだパインパインぐらいいいんじゃないですか。あ、パインパインしそう。パイン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 。ゴムの外側からゴムを掴んでこうね、揺らすのもありますね。でもゴムに引っかかんないか。引っかかる引っかかる。そうか、どうだどうだ。おー、いけいけいけ、いいいいいい。おー、ヘリくん、あの子お腹すいた。えぇ、なんでお腹すいたな、ヘリくん。ほんと言われてもさ、この顔顔上手よ。上手、顔芸しただけある。動きますように。クレナスリーも応援してくれてますよ。おー、すごいぞ、すごい、いいぞいいぞ。マナティも顔芸やってみなよ。パッと顔に集中してる。でもほら、意外と顔芸ですね。集中力、顔芸すごいずれた。もうなんかあと本当だ。もうじゃん。もういいの、もう楽になっていいのよ。もういいのよ。いいよ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 、もういいよ。ええ本当本当頑張るね。こっちを持ち上げれば運がこうなるってことだもんね。運ってなってますね。踏んだ。おお、ギリ。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ。もう楽になれ。ほらほら、やったゲットしました。もっとファンカー、お疲れ様でした。さあ、マナティ、どうでしたか、プレイは。おなじみのバインバインでしたけども、はい、過去の動画だとゴムと景品のこの間の三角、ね、三角が結構キーワードでここを狙ってたと思うんですけど、うんうん、今回のプレーについては確かに外側からこのゴム自体を持ち上げてバインバインさせるっていう方が動きが大きかったです。もしね、同じ箱で同じ上見つけたらちょっと一回外を狙ってみるのをおすすめします。というわけ で、ね、ゲットできたので、というわけで早速味見をしていきたいと思います。やったー、じゃじゃーん。なんと黒いいただきます。実食。ちゃかちゃん、ちゃかちゃん。しっかり柚子胡椒の風味が、あと炭火感がある。うん、炭の香ばしさがあります。え、おいしい。本物の柚子胡椒のピリッと感がちょっと抑えられてるというか、うん、マイルドで、これ全年齢いけますね。子さんでも絶対おいしく食べてもらえると思います。おい、うん、しい。ナムコ限定の味ですかね、これ。そうだ、なんだろう、取らないと食べられない味なんですけど、これ売ってほしいです。本当にダメなんだよねみんな取りましょう。はい、頑張りましょう。この動画ではこちらの大きな箱のベビースターをゲットしたんですが、うん、他の形もあります。で、形によってもちろんクレーンゲームの運営も
違いますので、皆さんぜひね食べてほしいので得意な運営でゲットしてみてください。それではまた次回のワクワクバラエティもっとファンかそれゆけクレーンゲームマスターのコーナーでお会いしましょう。皆さんまたね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。